ミヤスバーガーが食べれるって聞いたんですけど、はい、ありますかね、はい、そしたらください、はい、かしこまりました、少々お待ちください。お待たせいたしました。ミヤスバーガーでございます。おお。これから召し上がってください。ありがとう。それではいただきます。これ見てください。このハンバーガー、ボリュームすごいですよね。どうしましょう。あ、こんにちは。これは何のバーガーですか？こちらはですね、宮津の魚介、はい、カニと、はい、ジャガイモを使ったクリームコロッケのハンバーガーです。めちゃめちゃ美味しいですね。ボリュームも最高です。ここのバーガーはいつ来ても食べられるんですか？はい、ございます。1日10食限定ですけども、はい、このティーラウンジパインコースを見て、11時半から午後2時まで、はい、提供しております。1日10食ですか？はい。あ、貴重ですね。そしたら何か一言どうぞ。はい、こちらミヤズバーガーはですね、はい、小さいお子様から、はい、ご年配の方まで、はい、食べられるように、皆さんコロッケがやはり好きなので、はい、コロッケを使って、そして宮津の食材をふんだんに使いまして、お野菜もですね、うちの契約農家から仕入れておりますし、はい、安心して食べていただけると思います。で、付け合わせのピクルスも契約農家から納品していただいたもので、はい、ピクルスを作りまして、はい、あとフライドポテトともですね、普通のフライドポテトじゃなくて、はい、ケージャンスパイスっていう、アメリカの南部のスパイスを使った、はい、ちょっと、まあ、ピリッとした、はいはい、お味に仕上げております。あ、ですか、はい、とにかく1日10食しかございませんので、皆さんお誘いや背の上ご来店くださいませ。急がないとすぐ売り切れますので、よろしくお願いいたします。今ミヤズバーガーのジュースなぎっていうのをやってまして、はい、次のお店紹介してほしいんですけど、どこかありますか？分かりました。次はカシノキさんのライスバーガーを紹介いたします。あ、分かりました、はい、そしたら行ってみます。はい、よろしくお願いします。